増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。さて、アメリカ中西部ミネソタ州で黒人男性が白人の警察官に首を押さえつけられて死亡した事件への抗議デモ、暴動が続いています。そんな中、トランプ大統領は、軍で、この暴動を鎮圧しようということからまたまたそれが激化しておりますけれども、先生はこれどのようにご覧になってますでしょうか。よろしくお願いします。そうですね、まさにこの人種差別問題というのはもうアメリカの最大の病根でして、よく今までもですね、白人の警察官が白人男性を暴行を加えるというのは別に今日に始まったことではなくてですね、いわば年中起きているわけですね。おそらく全米の統計を取れば1日に何件かは起きてるはずなんですね。で、これはいろいろその理由もあるし、いろいろ批判もあるんですけども、誰も冷静になればですね、この人種差別は良くないということはわかるわけですね。理性においてはそれはわかるんですが、人間理性と感情がありまして、その何かの拍子ですね、その感情の方に走ると、そうするとこういう いわば人種差別に基づく暴行ということが起きるわけですね。これについてはいろいろありまして、トランプ大統領が就任してからしばらくしてですね、アメリカでその白人至上主義というその支持する団体がありまして、これがですね、デモをすると、それに対してですね、黒人のまた大きなデモが起きて、これに対抗するということで、まさに戦闘状態ですね、殴り合いとか、いろいろその暴力の応酬ということがあったんですけども、もう非常にそういうですね、いわゆるその白人至上主義の団体と、それから黒人のですね、黒人至上主義とは言いませんけど、黒人の人権を守ろうと、こういう団体というのがありまして、それがですね、いろんなところでこのぶつかり合うということがですね、アメリカで続いているわけですね。で、今回の全米にわたる抗議デモ、あるいは暴力というのはですね、この計画をされたんじゃないかと、陰謀ではないかという説も実はあるんですね。難しいところですが、ことさらですね、このジョージ・フロイドさんという方、この方が、白人の警官にですね、暴行を加えられたということなんですが、別に同じ日、その前日でもですね、それから後でもですね、似たような事件はあるわけですね。それをですね、これはマスコミの方なんですけども、アメリカのこの外出禁止令が解除されて、レストランその他もオープンしてですね、長い間閉じ込められたところからですね、人々が外で出て、解放されたと、途端にですね、こういうその人種差別問題、暴力事件というのが起きたためにですね、今まで、このフラストレーションが溜まっていたのがですね、一気に爆発すると、そして全国に及ぶということになったわけで、そうするとですね、そういうタイミングを狙ってですね、こういうことを起こしたんじゃないかなっていう陰謀説も出てくるわけなんですね。それにもまんざら根拠がないわけじゃなくてですね、こういった
件は毎日起きてるわけですから、あそしてもう あまり取り上げられないですね、もう年が年中起きてるのを取り上げてもニュースにならないんで、マスコミの方も、まあ、あまり取り上げないわけですね、そうすると今度は逆に考えればですね、こういうフラストレーションが溜まってるその時にですね、こういう事件を取り上げて大々的にですね報道するとどうなるかと、だからそういうことを意図的にですねやったんではないかというような、まあ、意見が出てくるというのもまんざらですね、まあ、おかしな意見というかとも言えないような面もあるんですよ、もうそれはこういう人種差別と考えられるような暴力事件とか、まあ、いろんなことはですねもう年がら年中そのアメリカで起きているわけで、もうニュースにもならないわけですね、それをわざわざそのフラストレーションが溜まった人たちがですね外へ出てきた時、この時を、まあ、狙ってって言うんでしょうかね、その時にたまたまと言うんでしょうか、意図的に言うんでしょうか、まあ、大々的に報道をした、これがですね、フラストレーション溜まっている人々に火がついたということが言えないわけでもない、まあ、しかし、これはいろいろ根深い、理由がありまして、まあ、アメリカがですね、このアメリカの社会が内戦状態になる恐れもあるというふうに心配している向きもあるんですね。なんでそういうことを心配するかというと、やはり今言ったように人種問題一つについてもですね、アメリカはその白人優先主義というのが根強い勢力がありまして、これと、まあ、反対勢力というのがありますし、それから民主党と共和党との間のですね、大統領選をめぐってのですね、どうやってトランプのを落とそうかというですね戦略もある、いろんなことが重なってですね、今アメリカが2つに割れて内戦状態になるということもですね、まんざら可能性がないわけではないということで、まあ、これがひょっとするとアメリカを真っ二つに割ってしまう、まあ、いわばシビルワーね、内戦にまで、まあ、発展するかもしれないと、まあ、私なんかはですね、その可能性がないことはないと、非常に高いとは言いませんが、ひょっとしてこじれて、どうかすると、ひょっとするとアメリカが内戦状態になってしまうということもあるのではないかなというふうに、まあ、危惧しているところであります。はい、増田先生どうもありがとうございました。はい。